思ってる以上にみんなあんたに興味ない。どうしてます、そういう時。あの、来ない。あ、これだ。なぜ私はお尻が割れているのでしょうか。てかさ、うん、今月初撮影。え、そうじゃね。 YouTube 撮ってないべ。やばくね。撮ってない。じゃあ、あんたがさ、体調さ、結構崩せよ。夏風邪で ね。だからうちら今月2回ぐらいしか会ってないべ。そうだよ。やば、え、怖。2週間ぐらい会ってなかったってこと。全然平気でいられるね。ねえねえ。どうかと思うよ、ね、あれでしょ。何、彼氏いるから別に寂しくないっつって。しかもめっちゃ喧嘩してた。とんでもない。うちがさ、生理前でさ、もうちょっとのことでイライラしてさ。わかるよ。え、なんか HMS みたいな、うん、SSP みたいな、なんかあんじゃん、生理前の。ああ、 PHS みたいな。 PHS みたいな。 PMS。 あ、PMS がやばすぎて、うん、PHS って何。あれ、なんかあれ、いいね。下手下手、私の下手。とんでもなかった今回。なんか落ち込むし、うん、ムカつくし、うん、特に何もないの。分かるよ。なんかさ、よくさ、夜うちコンビニ行くんだけど、家の近くの、うん、なんかいねえかなとか思って、うん、ちょっと全然会わなかった。全然会わない。うちマジ撮ってない。あ、そう、うん、本当に、うん、ジェマックの事務所と一日を往復してる毎日、うん、やばいね。本当にやばい。だってうちもで事務所と事務所に行き来と、夜本当にやばすぎたらちょっと散歩するみたいな。やっぱ散歩はいいよね。でも夜散歩してもダメ。あ、そう。なんかあんま報われない。あんま報われない。人間の大事な部分ってやっぱ素直さだよね。そう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 、うん、何でも何でもかんでもね、うん、素直さが大事だよね。そう、伝える。そう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 、我慢しないでこうストレートに気持ちを伝える、うん、伝える。悪いことじゃなくてね、うん、例えば愛情とかだったり。そうそうそう、伝える。で、伝えられた時にそれを素直に受け止められる素直さ、うん、ごめんねって言えるとか、うん、だから素直だよね、うん、全部結局素直素直さってこと大事です。全部の全部の素直さ。今までの流れは取ってないからね。急にうちらがね、素直さ大事とか言ってアイス食ってた奴らがさ、言い出してるね。意味わかんないでしょ。悩みましょう。いっぱいいっぱい。人生長いだからね。どうね、人生100年時代、うん、今30年ぐらいでしょ。約3分の1って考えたら、うん、結構経ってんの。3分の1終わってんの。3分の1近く来てるってこと。やばいやばいやばい、はい、ありがとうね、うん、ここまでの人生、うん、本当に本当にありがとう。3分の1の中で出会えてるから。確かに、ほぼだから。ほぼだね。30年を 3分の1とするのならば、うん、22年ですから、もう23年目に入ってるのか、うん、90% ぐらいは一緒にいるわけだ。すごいね。物心系ですから。うんうん。物心ついたらいたから。確かにね。本当に。うん。それって結構大事だと思うよ。大事よ。うん、いろんなあんたを見てきて、いろんな私を見てきて。ね？いつも同じことで悩むんです。そうそう、結局そう。ね、本当そう。ね？特に恋愛なんてそうよね。そうよ。あれってなんか、あれ繰り返してない？そう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 。同じ話聞いてんのかな。そうそうそう。本当そう。でもきっと。私が言えてることとか、うん、あなたが言ってくれてることってどんどん変わってんの。そうね、うん、いろいろ精神がね、そう、性格も変わってきて、そう、そうそうそう、あの大人になるにつれていろんな経験するでしょ。そうそうそう、あんたこの時こうだったじゃん。そうそうそう、言えることも増えた。そうそうそう、ね、ね、だから何ね、皆さんからさ、ね、だから何何がなんだから、なんかいいのいいの、これが人間なんだもの、うん、そう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 、こうなってたと思ったらこうなんでしょ、うんうん、そう、ほんとそうよ、ね、こうなってさ、こうなってさ、そうそうそう、こう息がつくところをこうやっていってるわけ。そう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 、ゴールはどこ結婚死どれ人それぞれ、人それぞれ。あんたにとってゴールって何。ギラヌさん、ギラヌさん、地震がミニギラヌさん、3番診察室どうぞ。はい、こんばんは。ギラヌさん、本日どういたしましたか。うんうん、いつも人に笑われてる気がして自分に自信が持てない。ああ、そうかそうか、どうしましょう。うんうんうん、なんかこうおしゃれをしてみても、あ、うん、なんかこう笑われてる気がしちゃう。なんでも自分がやってることが全部笑われてる気がする。うんうんうん、バカだこの子、うん、バカだ、うん、この子バカだ。うん、あんた自分のことをみんなが見てると思ってるんでしょ。うん、
そんな都合のことはない、うん、マイケル・ジャクソンで丸前し、うん、そう、うん、あんたが思ってる以上にみんなあんたに興味ない、ないです、わかる、うん、これは悪い意味じゃなくてよ、うん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 、だからあんたがおしゃれしたって、うん、これは言い過ぎだ。見てみさんさ、あのクリーム、ディオールのクリーム、あ、ディオールのクリーム、うん、はい、これを自信のない部分に塗る、うん、あ、塗るね、鼻が自信がないんだと思ったら鼻に塗る。そしたら治りますから。これね、ここで買うと1万4000円しちゃうんです、うん、申し訳ない、うん、近くに山の上に、うん、あのポコチン病院があの、ありますから、そう、ポコチン病院のチンチン先生、うん、そこで処方してもらったらこれ2000円になりますから。そう、オーバープルマイド先生ですから、うん、そう、そこ行ってチンポコ先生に処方してもらってください、塗ってください、うん、だから処方書書いてきますから、うんうんうん、お大事にしてください、はい、お大事にどうぞ、うん、はい、どうも、またお越しくださいませ。自分に自信が持てないならば何か行動をする、うん、自分が自信を持てるように、気持ちだけではどうしても無理なところもありますから、そうです、そうです、あの、自分でどうにかする。インスタの DM でめちゃくちゃナンパされるんですけど、ナンパ単価撃退方法を考えてください。あー、これなんか最近多いらしいよ。え、そう、あの、全然見ず知らずの人に、はいはいはい、あの、よかったら会いませんかみたいな、え、そう、 DM で、あの、やるんだって、みんな。え、危険すぎない？え、そうなの、そうなの。それでなんか会ったりする子もいるらしい。見ず知らずの人と。そう、だってすごいさ、危ないおじさんがやってるかもしれないっていう。え、そうなの、そうなの、ことだよね、うん、そうなんだよね、中身が。そうですよね、あの、分からないから、ネカマっていう、私たちの時代の言葉で言うとネカマっていう言葉がありますけど、ネカマなんていうこともあるわけでしょ。そうそうそう、あの、ネットオカマっていうか、なんかこう、女か男か分からない、そう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 、あの、女の子だと思って会いに行ったら男だったっていうパターンありますから、それすごく危ないですよ。こう、あの、返さないっていうのが一番の手、うん、無理だね、うん、ごめんなさい、ガチ入れすなんですけど、うん、返さないっていうのが、うん、あの、一番手だと思いますね。あの、返しちゃうと、あの、相手っていうのは、あの、つけ上がってくるので、うんうんうん、そこを返しちゃうとあれですよね、うん、どうしてます、そういう時。あの、来ない、あ、です。じゃあ次行きましょうか。彼氏かっこ旦那が急に静かになり、なぜ怒ってるのかわからない時、どうしたらいいですか。ああ、あるよね、あるね、そういうのあるんじゃない。別にその彼氏旦那じゃなくて、彼女奥さんもそうなんじゃない、うん、とかたまにいるじゃん、職場とかにもさ、いるね、なんか不機嫌になってるっていう、そういう時どうすればいいですか。友達だったら、あ、しゃ聞かないな。あ、何を聞かない。なんかその、え、なんか何、今なんか不機嫌なのとかさ。え、それを言うことによって、うん、え、違うんだけど何みたいな。うん。なんかまたこうなんか、うんうんっていう感じ。で、こっちも嫌な気持ちになる。そう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 。だからまあそっとテンション上がるのを待つ。うん、わかる。まあ彼氏とかね、旦那さんとかっていうその伴侶系はね。これむずいよね、難しいな。さ、同じ空間にいるわけじゃん、うん、旦那さんだし、この人の場合は嫌、うん、よね。嫌だね。同じ空間でさ、旦那でさ、うん、話しかけて、例えばさ、私さ、チョコチップクッキー最近ハマっちゃって、ほら、ハワイ行ったじゃんよ。何、機嫌戻ったじゃん。これなんじゃない、これなんじゃない。これは無視できないかも。だからさ、そのさ、私、ほら、何を、ほら、どうしたっていうの。これだ、これだ、なんか変な話しかけ方をする。うん、これだ、うん、これだ、これだ。取れた、取れた、取れた、これだ。確かに、ちょっと変だ。これ取れてる、こういう時って、本当に自分の人間力が上がる時だと思う。ああ、その言葉で伝えずに態度でこうやって出してくる人なんかより、うん、自分の方がそうやってなんか、え、ちょ、あれどうした、うん、なんかあった、譲ってあげてね、一個ね、うん、やってる自分の方が逃げるか高い、上がってる、そう、全部に応用できること、これは、うん、そう、何があったって自分の人間力が今上がってるなって思うとね、だからそのそういう時にね、こう、ってね、なるとね、一緒に落ちてっちゃうでしょ、うん、どんどん良くない方向に行くからさ、そう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 、うん、そうだわ、そうだわ、うん、解決、解決、ポポポポ。ペンネームドンキはヤンキーのたまり場さんからいただきました。なぜ私はお尻が割れているのでしょうか。本当に理解できません。そうですね、これ難しいですよね、社会問題です、これは。どう考えですか。うーん、やっぱりね、世界中の人口が約まあ何百億人いるかはちょっと私には分かんないんですけども、 そうですね、はい、その多くの人口の中でお尻、はい、お尻が2つに割れている、はい、そういった人間がですね、約 100% いるって言われてるんですね。あ、
もう人口の 100%。 100% です。そうなんですね。これ非常に多いんですよ。多いですね、うん、これは社会問題で本当に言う通りなんですよ。その通りで2つに分かれている。これはね、特殊な、最近では珍しい形なんですよ。そうですよね、うん、逆にですよ、はい、割れていない方っていうのは 1% 未満っていうことですかね。そうですね、私調べ的には、はい、お尻が割れてない人間っていうのが約 0%、はい、あ、約 0% なんですね。これは非常にね、だからなんていうんですかね、難しいんですよ。難しいですね、うん、簡単にここで結論を出すっていうことがね、本当にこれ非常に難しくてですね、はい、まあ、力にちょっとなれないかなっていうのが正直なところですね。本当に自分は素晴らしいんだっていうことを忘れない。別にお尻が2つにお尻がね、2つに割れててもいいじゃないかって、そんな自分でいいじゃないかっていう、まずは自分を愛する気持ち、これを忘れてほしくはないです。そうですね、うん、世界中がこれでね、お尻が割れて皆さんね、良くなればいいですよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。男の人とご飯行った時、お会計の対応どうしてる？いや、これ本当にうちもすごい分かんなくて、払ってほしいとも思ってなくて、けどマジでお会計の時って気まずいじゃん。なんか仲いい友達とかだったら、なんか、え、じゃあじゃんけんかましますかみたいな感じとか、普通になんか、あ、おいかんでってなるんだけど、別に仲良くもないやぞっていう男性とご飯行った時ってことですよね。わかんない。でも私本当になんか、あ、いいっすよいいっすよ、あ、全然いいっすよ、あの、ここ私が、はいみたいなやっちゃうの。え、全然払い、え、いくらですかみたいなことができなくて。でもリアルなやつやるね。じゃあお会計しますか。うん、でもうここでもう出すんですよ、カードで。そうするとお相手さんが、あ、いいっすいいっすみたいな感じでできて、あ、いいっすいいっす、逆に、そうです、あの、これ持ってってください、はい、やっちゃいますね。もう分かんない、もう私分かんない。私もできたら可愛くなんか、え、お会計します、いやー、お会計、え、あ、大丈夫、あ、払いますよ、え、あ、え、いいですいいです、いつもご馳走になってるんで、はい、え、全然、私本当に、え、ありがとうございます、すいません、ごちそうさまですってやりたいんですけど、できないもんだよね。頭の中ではめっちゃ想像できるの、可愛い私を。実践編ってなると全然想像通りいかないなって。Auditions and then, yeah, just waiting for a response or a call back. You know, hey, you didn't get the job, and then I'm like, oh, great, okay, it's not for me. Yeah, so like, you just say, don't worry. All right.